こんにちは、ダーフナです、久しぶりですね、今まで皆さんたくさんマスクシングをリクエストしていただいて ありがとうございます、たくさんアップロードしたんですけれど、コピーライトのせいで今見せることができないですね。なので今日は、タイからたくさんお土産をもらいました。セブンイレブンのお土産ですかね、これは。ちょっと一つずつ食べてみたいと思います。よろしくお願いします。そしたら、どれにしよっかな。イカかわいいですよね、このイカ。イカ、なんでこれ青と赤なんですかね。なんか赤怖いですね。なんかよく見たらこの辛いの見えますよね、これ。なんだろう。ちょっとまあ手前から行こうかな。この怪しい男性が写ってる、これ怪しいですね。 なんでこんな何持ってますか。あ、プラカーですね。怪しい。え、これ何ですかね、この名は。これジャパニーズじゃないですね。何ですか、で、メガネもこう、目見えない、怪しいですね。ちょっと怪しいんで、行ってみたいと思います。で、なんかこのグリーンの豆みたいなのがあります。後悔？後悔ですかね。ちょっと食べてみますね。はい。なんだろう、これ。75g ある。匂いは豆ですね。豆。うん、普通の豆です、これ。中は、どうですかね。こんな、グリーンの豆ですね。ちょっと いっちゃいますね。うわぁ、これ。これはわさびですね、これ。あーあー、鼻に抜けますね、これ。あーあー、これやばい。あー、でもいきなり三つじゃなくて、一つずつ食べるなら美味しいかもしれないです。これ、もう一個いってみましょうか。ああ、三つ行くからダメですね。三つ食べるとダメです、これ。一個なら多分大丈夫です。ああ。ああ、一つだと美味しいです、これ。うん。とても美味しい。これ。この怪しい人。男性乗ってる、これわさびのピーナッツ、ピーナッツ入ってます、中にナッツ入ってますね。で、ちょっと塩味が効いてわさび味、これ美味しいですね、うん、これは日本でも売れるんじゃないですかね。これ日本にはないかな、こんなのが、うん、とても、うん、私はいけると思います。お酒と一緒に食べられますね。さて、何ポイント？ポイントつけましょうかね。ポイント、このこれのポイント、80ポイント、80ポイントです。80点ですね、うん。なかなか美味しいです、これ。日本人もわさび好きだから、うん、3つ食べるとやばい。これ美味しいですね、これ。うん、これ最後にたくさん食べてみようかな。たくさん食べてみます。はい、
やばい。ああ。もう。ああ、やばい。やばい。もう無理です。もう、今日はごちそうさまでした。ありがとうございます。